もうね、先に謝ったもん勝ちだからね。そうですね、うん、やっぱすごい人ってね、謝るんだよね、うん、すぐにね。ああ、そうですね。そう、これね、先に謝るといいことあるんだよ。ああ、そう、先に謝るってね、すごいポイント高いっていうのを覚えておいた方がいい。え、そうなんですか、太陽、先に謝るのポイント高いんですか。めっちゃ高い。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。だよ、僕本屋行ったんですけど、うん、どの本屋でもランキング1位だよの本で、いや本当にね、嬉しいですよね、はい、こんなことがね、僕の人生にあるっていうのはね、本当に想定外ですね。あの紀ノ国屋書店っていう有名な書店さんがあるんですけど、うん、入って一番先のランキングのコーナーがあって、うん、はい、それの第1位が大王の本なんです。ああ、もうありえないね、もう、はい、どうした、どうしたどうしたな、どうしたどうしたです、何が起きたんだ一体、ね、はい、本当にありがとうございます本当に。で、副次効果で、うん、この大王の緑色の新しい本と、うんうん、黄色い本がですね、うん、めちゃ売れてます。おお、そうなんだ、はい、並んで販売されてるんで。ああ、嬉しいですね。じゃあ2冊同時に買う人もいるの、はい、あ、そうですそうですそうです。すごいな、神様みたいな人はね、はい、そうですね、本当に僕たちにとっては神様みたいな方たちで、うん、で、大王ご存知ですか、この緑の本のコメント欄、うん、緑の本のコメント欄って、コメント欄じゃない、あのアマゾンのレビューです。アマゾンのレビュー、はい、感動しましたってコメントめちゃくちゃ多いんですよ。でもね、ちょっと過失修正したいから次はちょっと変わってるよ。そう、ちょっと変えなきゃいけないとこあるなと思って。あ、本当ですか、うん、めっちゃ面白いですね。あ、もしかしたらこれ、ね、3版と4版じゃ違う本になってるってことですよね。いや、でも本当ね、めっちゃ過失修正じゃないですか。でも面白いよね、はい、本ってさ、ゴールがなくてさ、一回戻ってくるじゃない、戻ってきてそれ自分でまた直すんだけど、はいはい、これね、ゴールがないんだよね。ゴールがない、例えば初めから直すじゃない、直します、初めから直してると最後まで行くじゃない、行きます、で最後まで行って、はい、うわ、できた、よかったと思って、はい、やっと終わったよと思って、もう一回初めからちょっと通しで読んでみようと思ってやるじゃん、はい、これ違うよここみたいな。うわ、そうなんすね。これね、本当にエンドレスなんだよ。え、これ本当にエンドレスなんだ、はい、時間がなくて、はいはいはい、だから結局1周しかできなくて、はい、そうな、2周目できなくて。あ、でも大悟はもう2周目読んだ時には入稿してるし変えられないけど、まあ、次回直そうみたいな、うん、そうだね。だから、はい、本当に本って本当ゴールがないから、はい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 、やり直しても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 ゴールがない。いや、すごい作業ですね、うん、だから また次頑張りましょう。いや、この本って、うん、だんだん育っていくみたいな感じなんですね。うん、そうだね。いや、面白いですね、うん、でもまたね、やっぱりこうやって、ね、はい、喜んでいただける方がね、本当たくさんいらっしゃるんでね、またなんか頑張ろうかなと思うよね。そうですね。で、大量買いキャンペーン、うん、本の出版記念にキャンペーンやってたんですけども、はい、あれも1000冊をですね、うん、今2社さんが買ってくれたりだとか、もう100冊とか300冊とか、ね、いや、買ってくださる方がいっぱいいらっしゃって、本当にありがとうございます。その人たちの会社に行くんでしょ。あ、そうです、僕たち YouTube 撮影しに。お、その話詰めてないんじゃないの、はい、そうですね、これから、これからですか、はい、連絡取らせていただいてっていう流れになりますね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、伺わせていただきますので、はい、またお申し込み受け付けますので概要欄ご覧くださいませ、はい、大悟、うん、コメントいただいてるんですよ。ありがとうございます、はい、読み上げてもよろしいでしょうか。いや、本当コメント欄増えたね。増えましたね。いや、嬉しいんですよねこれ、うん、読み応えがすごいんですよ。大悟、僕読んだ中では、ほう、あの、いつも毎日見させていただいてるのに今までコメントしなくてすみませんみたいな。あ、いらっしゃいましたね。本当に感謝しておりますっていう、うん、嬉しいですね、はい、あとほら、コメントでお金くれる人いるよね、コメントでね。スーパーサンクスっていう、スーパーサンクスね、はい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 、あれ本当に優しい人っているもんだよ。いや、本当にね、本当ですよね。スーパーサンクスの人ね、どうやってお礼したらいいんだ、はい、いや本当ですよね、うん、まあ、コメントを取り上げたりだとか、うん、まあ、そういう対応とか、あとなるべくですね、あのスーパーチャットとかスーパーサンクスはどうにかしていきたいなと思うので、うん、はい、そうだね、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、本当にいつもいつもありがとうございます。皆様のおかげで生活ができてますよねそうだな、生活ができてるね、はい、本当にありがとうございます。ありがたいですね。コメントが来てます。はい、いつもありがとうございます。まさに今朝の自分に言われているような感じがしました。時間と心に余裕がない私は息子を叱るのではなく、まさに感情的に怒ってしまいました。
あの取り憑かれてるとか塩の話とかしてる時ですね。いやでもね、はい、もうお母さんはね、はい、大変だ。僕のスタンスはさ、前からお母さんはすげえって押してんだけど、はい、お母さんに媚びを売っているとか言われたね、なんかね。そんなコメントあったんですか。あったあった。お母さんに媚びを売っててなんちゃらなんちゃらみたいな。いやいやいや、別に媚びを売ってるつもりはないんで、本当に本心で、はいはいはい、お母さんより大変な仕事ないんだから。いや本当ですよね。で子育てってさ、はい、ほとんどのお父さん参加してないからさ、もうこれお母さん、ね、本当にお母さんが一人で孤軍奮闘してるから、うん、奥さん本当頑張ってるよ、奥さんは偉い。しかもお母さんって、うん、すげえ大切な仕事なのに全然脚光を浴びないじゃないですか。うん、そうだね。もっとあの活動量とかって考えたらスーパービジネスマンの働き方と一緒だと思うんですよ。うん、いやだからその辺男が分かんないから、はい、本当だったらやっぱ旦那さんがさ、うん、もうちょっとね労をねぎらっていかなければいけないけども、うん、旦那は旦那で会社でさ、もう会社は戦場だからさ。あ、そうですね、頑張ってますもんね。お父さんも頑張ってるし、お母さんも頑張ってるし、はい、だけどね、お母さん本当大変だからさ、はい、やっぱそうやって子供に感情的に怒ってしまうっていうのも、うん、はい、やっぱりね、これはもうお父さんのフォローがね足りないよ。あ、でもこのお母さんその後続いてまして、うん、昔だったらその怒りは長時間にわたってましたが、うん、おかげさまで今はいかに短くするかを頭に置いているため、怒った自分に気がつき、結果息子と仲直りして笑顔で送り出すことができました。いつも学びをありがとうございます。今日もハッピーでご機嫌な一日を。となんかすごいね。すごいっすね。いつもさ客観的に見れないよ、はい、YouTube 自分のやつ、まあ、自分のことやつ見ることないけどさ、はい、そうやってさなんか刷り込まれていくんだね。こんないかに時間を短くするかとかさ、はい、よく聞いてるよね。よく聞いてます。大王がよく言ってるセリフですもんね。そうやってなんかね、うん、頭にインストールされてるってすごいことで、うん、そうですね、やっぱりねこう感情的になってしまった時とかさ、うん、あ今自分怒ってるとか、うん、あこのまま行ったら私運気落ちるとか、そういうふうにインストールしたさアプリがさ発動してさ、はい、起動します。投げかけてくるわけでしょ、はい、自動でオートマティックです。これはすごいことだよ、はい、普通はいつまでもいつまでもだら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 怒るんだよ普通は。そうですね、うん、はい、だけどやっぱそれをさいかに短くするかってことにさ、はい、フォーカスしてるわけでしょ。そうです。あ、すごいことだよ。だってこんなことしてる人75億人いる中の何人いるさ、こんなの。いやー、パーセンテージ少ないですね。パーセンテージにしたらさ、もう 0.0000001%。 はい。しかも朝息子に怒って、うん、息子を送り出す前までに仲直りできてるんですよ。いや素晴らしい。短時間ですよ。もうね、先に謝ったもん勝ちだからね。そうですね。うん、やっぱすごい人ってね、謝るんだよね、うん、すぐにね。あー、そうですね。そう。これね、先に謝るといいことあるんだよ。あ、そう、先に謝るってねすごいポイント高いっていうのを覚えておいた方がいい。え、そうなんですか。太陽、先に謝るのポイント高いんですか。めっちゃ高い。そうなんですね。このね先に謝ると、はい、特にこれ自分に非がない時あるの。ありますあります。自分に非はない。あります。僕もほらジャニーさんとよく喧嘩するけど僕は非がないんだよ一切はいはいはい、はい、だけど僕はいつも、はい、ジャニーさんごめんねっていつも言うの。はい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 。ジャニーさんいつもさパーとか煙を俺、はいはい、パーとか別れいいんだよとかなるじゃんか。ジャニー、いかれてますね、頭。あの、すいません、ダイオン、あのそんな部分、僕の別人格が出てますわ。ジャニー、そんなことしてるんですね。ジャニーする。そうなんです、ね、本当に悪いジャニーがいるんですね。分かればいいんだよとか言われるけど、分かればいいんだよ。分かればいいんだよって言うけど、はい、でもあれは僕のポイントがめっちゃ上がってるんだね。あ、そうなんです。いや、それはジャニーのポイント下がると思います。それは相当下がってる、ね。相当下がってますね。だから、なんかこれ本当にこういうのって、日常茶飯事じゃん、これ。旦那だろうが、親だろうが、はい、子供だろうがさ、はい、もうこれね、本当にもう酒謝ったもん勝ち。ああ、そうなんですね。だ、損得感情で考えよう、こういうのは。ポイント制。ポイント、だから言ってる、はい、宇宙は全部ポイント制なんだよ。謝った時のボーナスポイントってものすごい高いんだよ。だよ、そこにボーナスポイントを発生させてる、神様をそれをさせてるなんて、うん、誰も気づいてないんですよ。誰も気づいてない。うん、今、大王は教えてくださったおかげで、うん、先に謝る人たち増えますよ。うん、特にそれ、自分に非がない時のポイントってめちゃくちゃ高いんだよ。はい、特に高いんですか。特に高い。あ、面白いですね。そう。もうこういうのもありだよ。わざと喧嘩して、わざと先に謝る。これ、口頭テクニック。あ、そうなんですね。そう。だよ、それ、非があるじゃないですか。日がありますよ。その口頭テクニック日がありますよ。いや、これね、どういうこと？ポイントあれと一緒のパターンなんだよ。ね、教えてください、教えてください。別に買わなくてもいいのに、はい、楽天の買い物マラソンとかあった時に、はいはいはい、もうあと1個買ったら10個貯まるよみたいな時に買わなくてもいいもの買うってポイントを取るって人いるんだよ。いますいますいます、うん、だからこれと同じ理論なんです。そうなんですか。そう、損して得取れだから。あ、面白いっすね、うん、とにかく謝ればいいんだよ先に。あ、もうすぐに。なんか
私が負けたような気がしてとか、私のプライドがそんないらない、もうそんなくだらないプライドはね捨てちまえよ。全シャリですね、はい、そのくだらないプライドはいらない、はい、もうプライドが必要なのは今井美樹だけだから。90年代の名曲ですね。今井美樹のプライド、あんな売れた CD ないっすよね。いや、そうっすよね。知ってんだ、いや知ってんの、今井美樹知ってんの、はい、わかります。初めてじゃない、ジャニーさんが知ってたの、はい、そうですね。多分これ見てても喧嘩してる人いるから、はい、だからね、ほんと先に謝ったもん勝ちだから、もう思ってなくてもいいからごめんねっていうさ。そうですね、うん、ごめんね、ちょっと言い過ぎちゃった、ごめんね、よく考えたら私が悪かったっていうね。そういうの大切ですよね。大切だよ、だからこれがポイント高いんだよ、はい、これやった次の日って、はい、大抵いいことあるよ。面白い、じゃあ次の日ポイントですね、それ。そうそうそう、何かいいことあると思ってチェックしてたら必ず入ってきますもんね、うん、そう。だからまあこれをね、どういうタイミングで見られてるかわかんないけど、はいはいはい、例えばさ、子供と喧嘩したとか旦那と喧嘩したとかなった時に、はい、例えばケーキを買っていくとかさ、あ、めっちゃいい、昨日はごめんね言い過ぎちゃった、ちょっと一緒にケーキでも食べないみたいな、超可愛いじゃないですか、うん、それそういいでしょ、すごいいいです。そうだからね、可愛げなんだよ、この可愛げの、はい、奥さん可愛げの演出なんだよ。いやー、そうなんですよね、この可愛げの演出があれば、はい、世の中うまくいくだよ。特に身内に対してこれ、うんね、多いパターンじゃないですか、うん、相手が悪いからもうずっと言って、嫌な関係がずっと蓄積されていって、うん、そう、いや本当にそうだよね。そうですよね、うん、もう今こそ謝る、うん、いや本当謝ったもん勝ちだから、もうポイント稼ごう。そうですね、うん、ポイントを稼ぐためにも、まあ、先に謝るというね、この先に謝るっていうのは習慣になってると、はい、すごくいいよ。だって本当に喧嘩すると長い家ってあるんだよ、うん、あ、そうなんですよね、本当に長いのあるけど、はい、本当にエネルギー使うんだよあれ。絶対そうですよね、無視し合うとかってものすごいエネルギー使うんだよ、はい、無視って相当疲れますもんね、もうあれ本当にあんなエネルギーの無駄なことないんだよね、はい、もしあの今リビングにいたあいついるかもしれないって思うだけストレスじゃないですか。そう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 、いつだもん、さきちゃんそれさきちゃん言ってた、新婚、うん、本当ですか、うん、もう何ヶ月も口聞いてないって言ったもん。いえいえいえ、昨日口聞いてますけどあれ何なんだろう昨日口聞いてますよ、昨日っていうか今日の朝もですよ本当、はい、そうですそうです、よかったね、よかったよかったです、よかったよかった本当に、うん、でもなんかいざとなった大王っていうなんか防波堤がいるってことを考えたら、うん、そうだね、はい、うん、助かります本当に。そうでもあの絶対今回は得の高い謝罪をしてってほしいですね。そうだね、はい、もう可愛げのある謝罪だよね。そうですね、うん、謝罪かシャズナかどっちかぐらいな、シャズナメルティーラブだから、イザム、そう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 、だから、そうなんですね、あの歌は先に謝ろうねって歌なんだよ、メルティーラブ。そうだよ、そうなんですね、溶けるほど謝ろうって話だもん。あ、大王、そうなんですね、メルティーラブの歌詞をよく読んでみなよ、真意が分からなかったっすよ。謝ったもん勝ちって、はい、イザム言ってるよ。そうなんですね、美穂ごめんって言ってるもん、奥さんですか。あ、そうなんですね、うん、メルティーラブ、メルティーラブって意味わかんないこと言ってるな、うん、この人って思ってたら、うん、あ、そうなんですね、ごめんって意味だったんですね。そうだよ、しかもあれさ、はい、終わった後に必ずイザムは小さな声でポソって聞こえないように喋ってるよ、はい、なんて言ってるんですか。先に謝ったもん勝ち言ってんだよあれ実は言ってんだよ彼は言ってるからね、うん、イザム改めて聞きたいと思聞いてみて、シャズナのアルバム欲しくなりました聞いてみてあれ、はい、音量マックスにしてヘッドホンで聞かないと聞こえないけど、はい、あれ自己啓発だったんですね。そうだよあれは、はい、あ、そうなんですね、うん、全然違うシャズナの見方ができるようになりました。そうそうそう、彼はもうスピだからね。イザムはスピなんですね、うん、イザムはスピだから見た目はスピですけどね、うん、はい、まあはい、あ、そうなんですね、ぜひですね本当に仲良く夫婦行くために先に可愛い謝罪をしてください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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